フローラン・ジョアン・マルダは、フランス領ギアナ出身のプロサッカー選手。元フランス代表。ポジションは、フォワード、ミッドフィルダー。LB シャトールーのスカウトに注目され、フランスへと渡り、16歳で、プロデビューした。2000年に、EA ・ャンガンに移籍するとディディエド・ドログバとのコンビで、活躍し、2003年に、フランスのオリンピックリオンに引き抜かれた。2006からシーズンは、 リオンをリーグ6連覇に導き、リーグアン最優秀選手賞を受賞。リーグ戦10得点を記録した。2007年、チェルシー FC に移籍。再び名優ドログバと共にプレーすることになった。移籍1年目には、プレミアリーグに適応できずに活躍できなかったものの、2年目の途中からフースヒディンクが就任すると調子を上げ始め、 その年の FA カップ優勝の立役者の一人となった。新たに4年契約をチェルシーと結び挑んだ2009から10シーズンは左サイドのレギュラーに定着し2010年3月のプレミアリーグ月間 MVP に選ばれるなどチームの攻撃の中心として活躍した。さらに09から 10UEFA チャンピオンズリーグでのインテル戦では人員不足により 緊急で左サイドバックとして出場した。このシーズンはリーグ戦12得点を記録した。2013年6月30日、チェルシーはマルダ、パウロフェレーラ、ヨッシベナユン、ロスターンブルの契約満了による対談を発表した。2013年7月17日、トラブゾンスポルに移籍決定。2014年9月12日、FC メスに加入し、 7シーズンぶりにリーグアンに復帰した。2015年8月23日、デリーディナモス FCA 移籍。2016年1月29日、ワディデグラにレンタル移籍した。フランス代表デビューは2004年10月。2006年と2010年のワールドカップ、2008年の欧州選手権でメンバーに選ばれている。特に2010フィーファワールドカップでは、 フランス代表の練習ボイコット、ニコラ・アネルカの大会追放など、崩壊状態のチームの中で、フランス代表の大会唯一のゴールを決めている。大会後の2010年9月3日、ユーロ2012予選のベラルーシ戦では初めて、キャプテンを務めた。2017年には、フランス代表から5年間遠ざかっていたため、フィファ非加盟の代表チームである。 フランス領ギアナ代表として2017コンカカーフゴールドカップに向けたバルバドス代表との親善試合でデビューした。2017コンカカーフゴールドカップはコンカカーフが FIFA フフのレギュレーションの下に行う大会であったためフランス代表として出場経験のある彼には出場資格がなかったが2017年7月11日のホンジュラス代表戦で出場したためこの試合は 没収試合となった、リオンチェルシー個人、ありがとうございます。